富士フイルムの顔認識 API を使ったサンプルです。まずサーバーにアップしている画像の一覧を読み込みます。タップします。するとこのように、これはサーバーに、私の自社サーバーにアップしている画像の一覧です。この中から、顔のはっきりした画像を選択します。これは 600×480 の画像です。これに黒縁メガネというのをタップします。するとこのように、黒縁メガネの円が目の両目に表示されます。クリアします。またもう一つ選んでみます。少し小さいこれにしてみます。で、黒縁メガネをかけます。このように黒縁メガネがかかります。このように目の位置を認識して黒縁メガネをかけるサンプルです。以上。